ただいま全品 10% オフです。いかがでしょうか。僕は顔が良くない。小さい頃から貧弱だし、モテたことなど一度もない。だからおしゃれなんかしても仕方ないんだけど、せめておしゃれでもしとこうと、気づいたらショップ店員になっていた。ねえねえ、あの店員さん良くない？どれ？へえ、微妙。分かってるわ。それでも僕は。前田君、お疲れ様。八木さん。どう？恋をしている。はい、元気？八木さんはこのファッションビルの本部の人で、僕の働くブランド天一フロックの世話をしてくれている。それどうしたんですか？ああ、これ今週末からね、南入り口の前の通路でマネキン何体か並べるんだけど、天フロさんからもなんかコーデ出してもらえないかな。いいんですか？うん、ぜひぜひ。あ、でもうち売り上げ少ないですよ。だからなんだけど。あ、嘘でね、一個注意点ね。あとで八木さんは優しい。こんな僕にだって気さくに接してくれるし、売上金合わなくて泣きそうな時もよく助けてくれる。はい、僕にだけじゃない、全テナントのスタッフにそんなことができるすごい人だ。きっと天使なんじゃないかと思う。すいません、羽織ってもいいですか？あ、どうぞ。じゃあここ置いとくね。ありがとうございます。これ、他の色とか。あ、あります。あ、ありがとうございます。こちらとか。あ、かわいい。どうですか？かわいい、かわいい。うん、かわいいです、ね、ありがとうございました。いいな、こんな綺麗な人だったら簡単に付き合えるし、結婚だってできるのに。やってみなさい。本当に絶対安いですよね。いや、これね、200円。いや、高いよね。学生たちが夏休みに入った頃、このショッピングビルでは毎年スタッフが浴衣を着て盛り上げる夏祭りセールが行われる。楽しい？楽しい。でも自分取って、ちゃんとお願いします。うちはどうですか？今日は一回もヤギさん見てないな。ね、うちはもらう？もらおう、もらおう。暑いよ。まあ多分ヤギさんのことだから率先して浴衣着てるんだろうな。ヤギさんは誰かと浴衣デートとか行くのかな。手とか繋いだりしてさ。八木さんが恋人ってどんな感じなんだろう。すみません、うちはください。いやいや、ないから。どうぞ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、お疲れ。やっぱ人多かったっすね。お祭りだからね、疲れたでしょう。あ、いえ、僕はうちは配っただけなんで。でさ、この後本部で打ち上げやるんだけど、みんなおいでよ。本部とって全体とってことですか？なおな、バイト数人と社員。本部のバイトって全然知らないっすよ。社員って誰ですか？え？俺と飲む社員なんて八木さんしかいないじゃない。あ、じゃあ僕行きます。行きます。八木さんなら俺も全然行きますよ。行く？はい。じゃあ行こうか。やったー、神様。お疲れ様でした。みんな今日は楽しかったね。ありがとう。乾杯。乾杯。けどまさか
八木さん家で宅飲みだったとは。前田君も乾杯。乾杯。緊張して味がわからない。来年も、来年もっとね。八木さんのベッド。あ、いえ。そういえばリサちゃんも浴衣着てくれたんだよね。はい。もういきなり浴衣着て表鉄とかあって、ヤギーさんたまに鬼ですよね。そう、そんなことないよ。あー、リサちゃんの浴衣姿見たかったな。でもヤギーさんも似合ってましたよ、浴衣姿。照れるから褒めないでよ。あとさ、前田くんにも着せたかったんだよね。え、僕全然似合わないですから。絶対似合うよ。そういえば探してましたよね、八木さん、結局どこいたの？前田の広場でうちは配ってたよ。へえ、来年は絶対来てよね。僕不細工なんで浴衣とか無理です。もう死に臭いわね、前田。すいません、本当にしゃきちゃったじゃないの。本当にやり直そう、もう一回。店長、そういうキャラだったっけ？私そうよ。飲むとそうなの？そう、飲むとそうなの。もう酔っ払ったの？そうだから、もう一回飲みになる。改めてもう一回乾杯しよう。あ、いいよ。じゃあ、はい、行くわよ。はい、乾杯。前田ちゃんも乾杯。乾杯。はい、いいですね。酒が弱いですよ。一番弱い。ごめん、起こしちゃった。すいません、僕やりますから。ああ、いいから。帰るなら車出そうか。大丈夫です、一人で。電車ないよ。歩いて帰ります。ねえ、前田君ってさ、どうして自分のことを悪く思ってるの？え？さっきブサイクって言ってた。ああ、だって本当のことだし。本当じゃないだろ。本当の前田君はさ、前田君には見えてないんじゃない？ああ、ごめん。なんていうか、もっと自分に自信持った方がいいと思う。それだけ。八木さんは見た目も中身も良くて、だからそんなこと言えるんでしょ。じゃあ八木さんは、僕の顔にキスできますか？ギャグにも程があるだろう。あ、すいません。できるよ。え？できるよ。しよっか。冗談ですよね。あ、冗談なの？冗談ではないです。あ、そう。近い。八木さん酔ってますよね。少しね。前田君。はい。静かにしないと誰か起きちゃうよ。これが僕のいわゆるファーストキスというやつでした。
勤前だ、ぼーっとしすぎ。すいません。恋煩いですか？違います。なんだよお前、図星かよ。前田君にも春到来っすか。まあ恋も大事だけどさ、そろそろ秋雲がどっさり来るからさ、シャキッとしてくださいよ。はい、じゃあお昼行ってきます。すいません。そうなのだ、あの時僕たちはキスをした。正確にはさせてしまった。八木さんはきっと後悔しているんだろう、僕があんな要求をしてしまって。八木さんは優しいから断れなかったんだ。八木さん、お昼一緒していいですか？うん、全然いいよ。何食べたい？何でもいいです。前田くん、前田くんもこれからお昼？はい。フードコートに黒だこできたの知ってる？はい、昨日食べました。なんだ残念。これから僕たちお昼だから一緒に食べようよ。僕今から外出するんで。そっか、すいません。すごく気まずい。ヤギーさんは後悔しているどころか記憶から消したいらしい。リサさんか。でもヤギーさんも似合ってましたよ、浴衣姿。照れるから褒めないでよ。面白いほどいつも通り。なかったことにしなきゃ。これ、ヤギさんから頼まれて。あ、ありがとう。あれ、リサちゃん風邪？はい、ちょっと熱出ちゃって。でも大丈夫です。無理しないでくださいね。なんか嫌われてるっぽい。ねえねえ、リサちゃんってさ、ヤギさんと付き合ってんの？え、マジで？なんか最近二人で仕事してんのよく見かけんすよ。そうなの？どうなの？そうなの？内緒です。ぐー、怪しい。マジですか？僕なんか可能性がないのは分かっているけど。内緒です。怪しい。嘘だと思いたい。え、八木さん休みなんですか？うん、さっき本部で言ってたよ。風邪なんだって。やっぱあの二人できてたんだね。八木さんって、はい。好きな人の幸せを喜べないなんて、なんて心の醜いやつなんだ。一体どうするんだ。もしここで八木さんとリサさんがいたりしたら、それこそ。でも私だけなら。あれ、前田君。こんばんは。もしかしてお見舞いに来てくれたの？すいません。嬉しいな。今病院から帰ってきたとこ。上がってよ。映さないから。最近冷たいからさ、嫌われたのかと思ったよ。そんなことはないですけど。けど？
逆に嫌われてるかと思ってました。え、なんで？あ、前田君適当に座っててお茶入れるね。あ、ジュースもあるけどコーヒーがいい？いや、すぐ帰りますんで寝ててください。やだよ、俺元気だもん。あ、でも本当にあの僕がお茶入れるんで休んでてください。本当？ごめんね。いえ。リサさん来てたのかな。あのカップ洗っていいですか？いいよ、そんなの置いといて。風さ、バイトに移されたからさ、前田君も気をつけてね。大丈夫？はい、大丈夫です。リサさんも風邪ひいてました。うん、そう。あ、やっぱりそうなんだ。リサさんと付き合ってるって本当ですか？リサちゃんが言ってた。あ、店長とかがよく二人でいると気になる？いえ、僕は。一昨日来たよ。必要なら話すけど、リサちゃんや僕の気持ちもあるし。ですよね。すいません、帰ります。待って、違ったらごめんだけど、前田君僕のこと好き？八木さんはなかったことにしたかもしれないですけど、僕はあの時八木さんにキスしてもらえたこと忘れたくないです。なかったことにはしてないし、リサちゃんとは付き合ってない。家に来てくれた時に好きって言われたけど断った。前田君が好きだからって断ったんだ。嘘なんだ、僕と前田君両思いだったんだ。僕は立ったまま夢でも見ているんじゃないだろうか。じゃなきゃこんなのありえない。大丈夫ですか？うん、ごめんね、びっくりして熱上がっちゃった。どうしたの？嘘みたいで信じられません。僕はどうすれば？どうしたい？キスがしたいです。風がうつるからダメ。ですよね、ですよね。まあ移して休ませて独り占めするってのもありだけどね。どうしたの？なんか前と違ってエロいです。そりゃ恋人だし。恋人？風邪ひかないでね。バイ。僕はバカだからその後風邪はひかなかった。大輝くんね。春久さん。知らなかった？あ、名札を見たことがあります。一瞬だったんで確信はなかったですけど。
僕は前田君のこといろいろ知ってたよ。ワニ君から探ったりして。店長ですか？全然知りませんでした。初めて会った時から色が白くて綺麗な子だなって思ってたよ。ありがとうございます。ほんのちょっとだけ髪切ったりしないの？もっと顔見たいな。もったいないよ。そうですか。もっと顔見たいな。もったいないよ。あれ、前田くん、前髪切ったんだ。変ですよね。イメチェン？変ですか？いや、そんな見ないです。あれ、前田、前髪どうしたの？変ですかね。あれ、なんか似てない。なんすか、なんすか、なんすか。ほら、変なんだ。どうしよう。伸びるまで休ませてください。うち女子以外の前髪休暇認めてないんだよね。店長、うち女子いないっすよ。じゃあトイレに行ってきます。すいません、すいません。大丈夫かよ。したんだよ。どうしよう。今日は八木さんとご飯行くのに、ご飯は行けなくなったことにして、なんとか今日だけでも八木さんに見つからないように過ごさなくては。前田くん。え、前田くん、ちょっとトイレに。じゃあ俺もいい子って。いや待って、もしかして前髪切ったの？ごめんなさい、似合ってなくて。見せて、お願い。かわいい。嘘。大好き。ひょっとして俺のために来てくれたの？ちょっとごめんね。あの、ん？触ってもいいですか？え、いいよ。憧れてました、八木さんに抱きついたりするの。そうだよね、ハグ初めてだったもんね。もしもし。あ、八木さん、次の催事の保険について先方がお見えですよ。今トイレでいいことしようとしてたのに。何言ってるんですか。ごめんね、今日終わったら電話するから。ご飯行こうね。ありがとうございました。美味しいお店でしたね。また行こうね。あの、ん？触ってもいいですか？うん、いいよ。
八木さんは僕なんかのどこがいいんですか？たくさんあるけど、仕事頑張ってるところとか、優しいところとか、可愛いところかな。そんな人たくさんいますよ。じゃあ前田君は僕のどこが好き？優しくてかっこよくて明るいところです。そんな人たくさんいるじゃん。言葉じゃ伝えきれないから一緒にいるんじゃないのかな。え？ブラックホールに似てると思うんだよね。手に入れたって全然足りないよ。八木さんが言った言葉を僕が実感するのはもう少し後のことだった。前田君、髪切ったの？あ、橋本さん、いらっしゃいませ。へえ。へえ、なんか垢抜けたね。とんでもないです。僕ね、服屋さんとかカフェとかセレクトショップ集めたフリーペーパー出してるんだけどね。あ、それ聞いたことあります。店長から。よかったら今度このお店と前田くんの写真撮らせてもらえないかな。え、僕ですか？八木さん。あ、前田くん、お昼？僕フリーペーパーに載るかもしれないんです。すごい。なんで？わかりませんけど、僕乗っていいんでしょうか？もちろんだよ、前田くん可愛いんだから。あ、可愛くはないですけど。八木さんいた。ん？部長が呼んでましたよ。え？なんで？その人はうちの店の常連さんで、橋本さんっていう人なんですけど、あ、まだ先なんですけど打ち合わせに。ごめんなさい、僕つまらない話ばっかりで。あ、違うんだ、ごめん。何かありましたか？頼み込んで期間は短くしてもらったんだけど、関西の方に異動になっちゃった。ありがとう。僕が調子に乗ってる間に世界は一瞬で変わってしまう。リニューアルオープンが落ち着くまでの4ヶ月だし、部屋はそのままだから好きに使って。週に1回休み合わせて会いに来るから部屋にいて。はい。本当に大丈夫？大丈夫です。大丈夫なわけはない。前田、ひどい顔してるな。寝不足？ほっといてください。はあ、八木さんは今頃大阪のギャルとキャッキャしてるのかな。え？大阪の女の子ってさ、あかんって言うじゃん。あかん、やばくない？あかん、あかん、あかん、あかん。かわいいですね。確かにやばい。あかん、不安だ。あかん、八木さんがいないなんて。あかん。でも前田君が何も言わずに見送ってくれるなんて少し意外だったな。言えない。そっちは楽しいですか？そうだね、みんないい子たちだし、すごくパワフルだよ。あかんって
可愛いですよね。何何、前田くんが言ったら可愛い。あ、いや、そっちは寒いですか暑いですか。そんなに離れてないよ、東京と同じだよ。そうですよね、僕には遠く感じる。早く会いたい。4ヶ月なんて長すぎる。ただいま。おかえりなさい。八木さん疲れてるな。前田君顔色悪いよ、風邪？あ、いえそんなことないです。そう、もう少し調子のいい時にしよっか。この間みたいに笑顔でパーッとした感じがいいよ。あの、橋本さんって遠距離恋愛って知ったことありますか？あるよ。なんで？前田くん遠恋中なの？離れていて不安になったらどうしたらいいですか？会った時に思いっきりエッチするとか。体の関係がなかった場合は？俺だったら無理かな。自然消滅するよ。本当に続けたいなら何が何でも体の関係に持ってくよね。そんな。ごめんね、寝てばっかりで。いや、寝ないでこっちに来てるんで気にしないでください。今度はお台場とか行こうね。絶対寝ないから。じゃあね。八木さんにとって僕はどういう存在なんだろう。キスをする友達みたいな。手に入れたって全然足りないよ。足りないのは僕の方だ。ごめんなさい、切りますね。ごめんね、騒がしくて。モテモテですね。嫌だった？ごめん。いえ。今日会いに行ってもいい？え、明日休みですか？違うけど、1時間だけでも会えたらなって。八木さん。僕が行きます。車じゃないでしょ。新幹線で行きます。大変だし高いからダメ。どうして？僕がそっちに行ったらまずいことでもあるんですか？そんなわけないけど。会うのは2週間に1回にしませんか？なんで？八木さんいつも疲れてるし、僕は大丈夫なんで、その体を休めた方がいいかなって。前田君はそれでいいの？はい。
僕のことを信じてる。はい。なんで即答じゃないんだよ。自信なんてない。もしもし、今いいですか？もちろんだよ。今日は電話早いね。なんかいいことあった？いえ。今何してるんですか？今帰ってきたところでね、廊下歩いて部屋の前で部屋入ったよ。夕飯は？誰かいるんですか？ああ、テレビだよ。つけっぱなしだったみたい。でも女の人の声でした。うん、今消したよ。本当は誰か？いないよ、前田君。昨日の人とか？前田君、で俺のこと好き？はい。俺のこと信じてる？わからない。なんて言えば正解なのか、なんて言えば僕は嫌われずに済むのか、なんて言えば僕は不安じゃなくなるのか。振られる。どうしよう。一月も耐えられなかった。どうしよう。すいません、少々お待ちください。あれ、どうかしました？クレジットカード渡したんですけど。ちょっと待ってください。こちらですか？カードのお返しさせていきます。お茶帳になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ぼーっとされちゃ困るんだけど。すいません。顔もクソひどいしさ、目の下もクマできてるしさ。ヤギさんが僕にかけてくれた魔法は解けてしまった。前田君、お疲れ様。いらっしゃい。今日はどうかなと思ったんだけど、ダメそうだね。大丈夫？もしかして遠距離の人と何かあったとか？あの、やっぱり僕やめたいです、写真。え、あ、うん、まあそれは構わないけど。ヤギさんが喜んでくれたから受けたけど、もう意味ない。ねえ、今日終わったらご飯一緒に行かない？僕でよければ力になるけど。え、あれから八木さんからの連絡は来ていない。お疲れ様です。お疲れ様です。顔色ひどいですね。すいません。あの、私彼氏できました。え、あ、そうなんですか。おめでとうございます。八木さんって前田さんの話しかしないですよね。え、あ、リサちゃん、前田くん見なかった？
前田君ってさ、グリーンが好きなんだよね。前田さんしか見えてないみたいでちょっとびっくりしたけど羨ましかったです。前田さんはそうじゃないのかもしれないけど、私は八木さんには幸せになってほしいです。お疲れ様です。八木さん、僕は別れたくないです。会いたい。前田君、お疲れ様。行こっか。あの橋本さん。何、車乗りたくないの？やっぱり僕帰ります。前田君、はい。やっぱりは一回しか聞けないんだ。ごめんなさい。俺が忘れさせてあげようか。はい。あ、やめてください。冗談のつもりだったんだけど、そんなに嫌がられると燃えるよ。橋本さん、やめてください。橋本さん。わあ、待った待った、ストップ。何もしてないから。前田君に触らないでください。ああ、前田君がね、誘ってるのかなって思って、ありかなって。僕は。前田君はそんなことしません。慰めてあげると思っただけだよ。セックスもしてあげないでかわいそうじゃないか。前田君、遠恋の人来てくれてよかったね。じゃあね。八木さん、仕事は？仕事？こんな時に普通に働いて他の男とどっか行くなんて俺にはできないから。俺怒ってるよ。ちゃんと話をして、そしたらもう帰るから。どうしてこうなっちゃったの？大丈夫だったよね、俺たち。大丈夫じゃなかったです。本当は八木さんが遠くにいるなんて不安で不安で、毎日辛くて。他の人に目がいった。違います、橋本さんはそういうのじゃなくて。何やってたの？俺が来なかったらどうなってたの？なんであの人セックスの話なんか。言ってません。どうして俺に言わないの？そんなに頼りなかった？嫌われたくなくて。僕がこんなんだから悪いだけで、ただそれだけです。ごめんなさい。俺のこと好きだった？もちろんです。そう。じゃあ俺のことちゃんと見てた？俺は前田君のことちゃんと見てたよ。僕も八木さんを見てました。違うよ。前田君は前田君のことしか見えてないよ。俺のことなんて本当は見えてないんだ。そんなわけありません。じゃあ俺どんな顔してる？
かっこいい。よく見ろよ。俺のどこがかっこいいんだよ。好きな人に信じてもらえない男のどこがかっこいいんだよ。前田君が自分を悪く思うことは俺にとってすごく辛いことなんだよ。なんでわからないの。八木さんが好きです。ただそれだけです。会って話をしてもキスをしても全然足りないんです。僕はもっともっと八木さんを求めてしまうから。八木さんがそうじゃないのなら僕は嫌われるのが本当に怖いんです。僕は八木さんが好きです。それしかもうわからないんです。男の子と付き合うの初めてなんだ。どっちが上とか下とかそういうのって話し合って決めるのかなとか最初は考えてたけど、タイミングもつかめないし拒絶されたらって思うといまいち踏み出せなくて絶対失敗したくねって思ってた。ごめんね。俺がもっと行動すればよかったね。もし前田君が俺とセックスしたいって思ってくれてるならすごく嬉しいよ。いや、顔はひどいので見ないでください。やだ、見たい。八木さん、あ、八木さん、八木さん、八木さん、俺を見て。俺に映ってる前田君が本当の前田君なんだ。好きだ。見つめ合うということを僕は初めて知ったような気がした。あ、おはよう。おはようございます。仕事は大丈夫なんですか？大丈夫だよ。適当に嘘ついちゃったし、昼には新幹線で戻るけど。なんかごめんなさい。それより前田君の方が心配だよ。あと3ヶ月もあるし。
僕は大丈夫です。本当かな。本当です。あと僕も会いに行きたいです。マンスリーで壁薄いし狭いよ。構いません。分かった、いいよ。それからそれからった時に渡そうと思ってたんだけど、もう無理かと思った。僕の不安は正直なところまだ終わりそうもないのだけど。それからキスをしてください。前田君はキスが好きだね。昨日までの僕が知らなかったことが一つだけあります。八木さんのキスは甘くて幸せな気分になります。誰のキスは甘くないの？そういう意味じゃないですって。もう他の人のところに行っちゃダメだからね。はい、ダメだぞ。八木さんは僕のことをすごく好きだったのです。だから僕たちはきっと大丈夫だと思います。Thank you.